昨日夕方、札幌の大通公園近くで起きた当て逃げ事故で、衝突した車は事故の前に蛇行を繰り返す危険な運転をしていました。昨日午後5時半ごろ、札幌市中央区大通西5丁目の映像です。HBC の情報カメラが衝突の様子を捉えていました。画面の奥から白い車が手前の東の方向に走ってきます。ふらつきながら車線変更を繰り返し、ギリギリのところで一度は衝突を避けますが、次の瞬間、止まっていた黒い乗用車に追突。そのまま走り去りました。このあと350メートルほど東側の大通り西2丁目の交差点でも、白い車がタクシーに衝突し、そのまま逃走しました。自分は信号なんで直進しただけです。あ、逃げた方はこう東に向かって。タクシーの後ろ側に、パトカーがいたんだけども、それで一旦乗用車が止まる素振りをした。いきなり高速で走り去ったんですよ。警察は昨日、大通り西5丁目と2丁目で続けて2件の当て逃げ事故があったことは明らかにしていますが、同じ車による事故なのか、その後逃走した車が見つかったのかは公表していません。